お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらのよいしょスタ骨で木やっていきたいと思います。これね、昨日軽く紹介したんですけど、あの骨デッキでネタ感あってめっちゃ強いです。はい、普通に環境強いデッキで、まあ、環境ライトニングがすごい流行ってるんですよね。まあ着衣が多いっていうのもあって、そのおかげでザッピーだったりなんかこういう組み合わせがね強くなってます。で、キョスケバルーンなんですけど、まあ、バルーンの枠の全く同じ、まあ、他7枚全部一緒でバルーンがロイジェイもあります。で、マザネク型もあります。ネクロがマザネクもあるんですけど、まあマザネクにネクロの個人的には強いんじゃねえと思ってます。はい、というわけでこれでやっていきます。よいしょ、さあよろしくお願いいたします。で、なんかね、まあ、バルーンを通すんですけども、そのなんだろうな、バルーン通んなくてもスケキンのスキルがねたまたまぶっ刺さって勝てたりとか、なんかスケキンバルーンが強いんですよね。そのあ、これ回収したい回収したい、おいし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 、あー、でネクロちょっと出したいな、ターゲット間に合ってほしいな。オッケー、このスケキンの後ろにバルーンつけるじゃないですか。あー、で今回まあ一応トルネードがあるかもしれないんで、まあ、やめとくんですけど、そのこれ5っちゃうか、スケキンバルーンした時にスケキンのスキルを使うんですよ。そうすると、まあ最初はスケキンタゲがいってると思うんですけど、スケキンがやられた後にこのスケとかがやばいんですよ。これだから最近ちょっとね思ってます、スケキン壊れてないですかっていう。あの、そう、スケキンがやられた後も、生まれてきたスケルトンがねタゲ取ってくれてバルーンがめっちゃ入ったりだとか、最悪バルーンにタゲがいっても、あのスケキンのねスキルの漏れた、スケたちが大ダメージ与えてダメージ入るとかがあるんですよ。なんか最近スケキンやばいんですよ。そのこのバルーンとか、あとロイジャイ型で、あと迫撃デッキとか、なんだろう、ゴレとかエルジャイにも入ってきたりだとか、いやマジでねこいつやばいっす。本当に冗談抜きでやばいと思ってます、スケキン。まあ、僕なんか異常に好きなんですよね多分スケキン。本当になんだろうな、その辺の人よりも多分めちゃくちゃ使ってる量も多いと思うんですけど、てかボコボコっすね。もう終わったんじゃないっていう、相手もこれ諦めたくなるぐらい勝手にカウンターの形ができてます、ね、そう、いやなんか本当にアチャクイがまあぶっ壊れなのは誰もが分かってると思うし、そうじゃんって感じなんですけど、なんかスケキンもなんかな、デッキによるかもしれないんですけどね、めっちゃ強い。最近だってスケキンの小物にめちゃくちゃ入ってる迫撃砲とかもバカ流行ってますし、ちょっとまた紹介したいと思うんですけど、いやスケキンがちょっと好きすぎるだけなのかな、もしかしたら。あー、まあこれどうせアチャクイ気をつけて言ってくれるっしょ、それ我慢で、また後ろから流しとくと、こう相手のね、まだ陸デッキっていうのもあるんですけど、陸だとマジでね攻め通んないんでね、僕に対してもう陸しかないんでね、言ったら僕も、いやこれやばいっすよ相手からしたら、地獄っすよ。で、ここでねしっかり形組んであげて、まあ攻めるというよりかは、ここでね相手のゴレ溶かせたらな、幸せだよねっていう、うん、そう、ザッピーもいるで、クローンとかも欲しくなっちゃうけどな。おい、でザッピー延命しながらのね、全員これ全員彼なんですけど、なんとかなりそう。よいしょ。さあ、陸系はね、最強です。オッケーと。いや、なんか、最初にタワーちょっと折れるのが簡単すぎて、ちょっと、なんか、なんとも言えない試合だったんですけど、本当に、スケキンバルーンで、スケキンスキル使えばタワー折れるっていう、いや、これ、ガチ強いんですよね。しかもね、何を言うとしたっけ、なんか言おうとしたんですよね。やべえ、忘れちまった。しかもですよ。ああ、そうだ、バルーンって分かんないから、意外と最初のうちは。相手が対空咲いてくれたりもあるんですよ。そう。だからそこでラッキー、バルーンパーン繋げればね、それだけでも結構有利になれるんで。まあ、バルーン嫌いな人はロイジャイで使ってください。なんかスキャラとかでもいけそうだけどね。なんか何でもいけそう、ぶっちゃけ。さあ、で、マコツメシさんですね。この人はあれですね。ゴレス。ゴレクロ？ゴレ、まあ、ゴレクロのイメージがすごい高いですね。まあ、ゴレ使いですね。はい。いや、でもゴレナイだから違うのかな？わかんないけど。ゴレな気がする。これだったらさすがに勝ちたいな。まあ、ここ走っ、おーおーおー、メガナイトだ。ゴレじゃなかったですね。あー、これザッピーに多分綺麗に走るんですよね。あ、でもザッピーのこのリセットスキルがあんま発動しない。さあ、暑いよ。暑いぞ。さあ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。暇すぎるな。
暇すぎのネクロでちょっかい出します。暇すぎエレキ咲いた、これねバルーン行っていい気がすんな。で、あ、着衣？いやー、ガッカ。あ、でもザッピーが。一発？あー、届かないか。だからメガナイトガゴ。いや、わかんないですね。いや、だって出来上がんねえさ。メガナイトガゴってことは、でも、なんかヒースみたいなのもあったんですよね。うん。結構ガチでわかんない。これ、逆サイスケブで。まあ、カード回しとスキル貯めちゃおう。ああ、なんかメガナイト神器みたいな。うん。あ、でもこの、そこそこに強い奴らに頑張ってもらって。相手陸で攻めるデッキじゃないですか。俺も陸受けデッキなんですよ。陸しかないから言ったら。ね。熱くね。熱くね。いや、これでもメガナイトで踏んでくると思うんで、もう行かないでいいや。一旦ゆっくり行こうぜっていう。おー、ゴルナイト強いな。さあ、ここ入って踏んでこないと。で、対空がエレキとガゴでしたね。なんか、ガゴに5打てば、もうそれだけで終わる説も、ちょっと祈りながら。あー、エレキ引くみきそうやなーと思いながらも、さすがにエリババもいたんでね、打っちゃおうぜって。さあ、で、いや、ザッピー強いぞ。いザッピーからの、スケギンのスキルを使うのか。いや、メガナイトいるよな。おい、さあ、鉄壁。マジで、やば、硬くないですかこのデッキ。もう、硬さだけが取り柄と言ってもね、過言ではないぐらい。相手からしたらね、これ逆サイエリボーとか、こう逆サイ攻めでワンチャン狙ってると思うんですけど、僕別に陸、なんでもあるんで、ぶっちゃけね。あ、ネクロか。ネクロが邪魔し始めた。これやばいっすよ。で、ネクロでも止まって、だんだん右サイドにザッピー見て、で、ガゴがね、来るんかわからんけど、ネクロもいるんで、さあ、どうにもできないと。オーケー。さあ、グッドゲームですね。いや、だから、マジで、もう陸、ゴリゴリなんですよね。陸に対してめっちゃ強くて、まあ、空はね、ほんと、ちょっときついかもしれないですけど、気合で頑張ってください。はい。さあ、12勝をね、するとなんか、サイトに乗ってね、誰々がこのデッキでグラチャリ12勝しました、みたいなのがあるんですよ。そう、ロエル API っていうサイトがあるんですけど、まあ、それちょっとバレちゃうんで、あんま流行られても嫌だなと思いながらね。はい。さあ、来ました。ゴル兄ちゃんです。まあ、ダッシュされると思うんですけども、そんなしゃーなしっすよね。やべ、飛ばないが理想。ああ、飛んじゃうな。綺麗に。ああ、最悪。一番最悪。マジで。一番最悪です、これ。ああ、やば。さあ、しかもダックプレミアがゴルナイだったらなんだろうな。まあ、ジャイのプリンスがゴルナイとかなのかな。うん。いやー、ファイボ系ありそうだな。なんか、ええ感じに、受けれたらいいなと思ったんですけど。ファイボ打ちます。やばい、これ先般ネクロです。僕の初手のネクロが、ネクロなのか、スキキンフトなのか、突進のシャーなしの低めで受けてくれればよかったかな。まあ、そういうのもありますよね。さあ、ジャイプリです。まあ、デッキがもう分かったんで、まあ、こっからは僕のターンですよね。あなたのリカーも通りませんから。まあ、ゴルナイだけで、ね、ゴルナイだけちょっとめんどくさいよね。いやー、何で受けるか悩むけど、スケキンでいいや。おい。さあ、スケキン捨てながらの、で、ファイボーでしたね。ファイボーザップなのか、組み合わせがちょっと分かんないですけど。よいしょ。ゆっくり行きましょうか。あなたはネガゴ咲きました。いやー、対空、しかもね、ゴルナいるってことは圧着いとかはないんでね。熱いですよ。もうすでに熱いです。このバルーンつけるだけじゃない。で、このネクロとかにね、相手もファイブ打ちたいと思うんですよ。早く打ってくんねえかな。おい、打ってくれる。ってことは、あー、めっちゃいいファイブやん。逆行っちゃったよ。でもこれ、低め歴か。うん。いや、当たらんよな。さあ、まあ、さすがにこれは、相手の受けがね。やばい。うわ、俺のトイト。待って、俺今下手やな、急に。急にというか、今下手。ちょっと待って。ちょっと待ってって。そういう日もあります。僕もね、常に完璧ではないので、まあ今から勝つんで、許してください。勝てばいいでしょ。別に。どっちがいけるでしょ。両方に当てるファイボなんか打てないっすよ。よいしょ。
うわー、すんごい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 、サーカスサーカスサーカス、うん、気づけば自然とカウンター、いやこれなんですよ。でバルーンつなげるだけで、さすがに5来そうだからな、一旦ユニットで待っちゃおう。スケキン、スケキン説あるな。でスケキンのスキルも使いたいね、これあるね。スケキンのスキルも使ってターゲットをね取ってくれるんですよ。オッケーオッケーオッケー、うわー、いいザップ、 いいザップなのよこれが。またでも皆さんダメージだんだんね追い上げてきました。さあこれなんですよねこれなんですよねとか言って、うわー、まあめんどくさいけど組んで相手のゴルナイ処理できた、相手も俺のネクロ多分相当嫌だと思うんですよ。うん、さあここの辺でね、お、しかもタゲがいい、タゲがいい、天才的なタゲしてる、天才的なタゲしてる、全てが残ってる。いやマジで、うん、相手やった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 、あ、これスキルも使って、きた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 、スキル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 で、これ漏れて、この漏れ漏れのタゲが、タゲが漏れに変わる。大きく漏れすぎ、いやスケキンゴ20体強すぎなんですよね初っ端ぐだってもこんだけなりますから。そうスケキン多分ね、まあ、チャンピオン顔されんのかな、どうなんだろうな。スケキンのまあスキルの20体が多分強すぎるですね。あと範囲が広いですね、出てくる。うん、ナイスということで激強です。さあギタークリスマスよろしく。さあいい手札ですね、もう本当にね、もうユニット守って守ってカウンターグッドゲーム GG ですね。はい、さあ動いてくれ。あとスケアミとかあると、もう本当スケアミね、しょっぱなポーンって出して、まあ、スケギのスキル回収とか、スケキンやっぱね、スキルフルマックスの時が強いですね。うん。だから6体ぐらい出ても、まあって感じなんですけど、やっぱ20体ぐらい出ると、思った以上になんか事故りますね。うん。いや、マジで暇だな。スケキン出します。暇なんで。さあ、ナイト。ナイトか。最近迫撃のナイトデッキとかも強いですね。で、あとはなんだろう。まあ、いろいろあるっちゃあるけど。さあ、スケラ。スケラの可能性ありますね。タルババで来るか、ワンチャンポイズン張ってくるか分かんないですけど、まあ、ナイトビビってことは遅延スケラの可能性は結構高いですね。うん、ぽいっすね。これでネクロ延命できるならしたいっすね、僕は。いやー、で、ここの延命は結構むずいな。さあ、無理せずいきますか。まあ、遅延スケラか。まあ、なかなかきついんじゃないですか、僕側がね。まあ、施設プラス取るね。あとは防衛ポイズンとかもあるんで、普通に嫌なデッキではあるんですけど、まあ、全然勝てるんですよね。まあ、それがこのスケキンだったり、まだこの巨スケでのプレッシャーをね、与えながらね。あ、ね、ビビドあっち行け、あっち、え、でかっ。これガチ熱いっすよ。いやー、これは、スケールトンプテで守りたいと思うんですけど、ネクロで守った方が、カウンターに勝手につながるよなと思って、ネクロにしました。いやで、こっちにプレッシャー出たいな。そうすると相手は、いや、スキル間に合わんか。まあ、左サイドが結構入るよねっていう。オッケーオッケー、ネクロめっちゃいい、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 めっちゃいいけど、俺も結構ダメージ受けたっすね。うん。まあ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 、あれは許容の分のダメージなんで、しょうがないですね。てか、なんならそれよりも俺の方がダメージ入ってるのはでかい。うん、まあ、いい墓石でしたね、相手の位置が。だって早めにナイト引っ張りながらの、これ5打っちゃえの。美味しいな。多分相手俺の5を知らないんですよ。ザッピー残れば熱い。あー、残んないか。あー、棒ポイ張ってきますね。で、まあ、ポイズン使ったら、別に僕のユニット全部無双するわけですから。おー、まあ、トルネでみたいな感じか、もしかして相手。これさすがに耐えれるよな。大きい四角、もうスキルフルマックスきた。あっちー、あっちー。さあ、問題なの、突破できるか分かんないんですよ、結局。施設取るの硬いんでね。まあでも、しっかり形組んで、これもうバルーンをタワーに届けたいっすね。よいしょ。で、スキルを使った方がいいっすね。スキル使うとマジ事故るんですよね。竹がしかもスケキンに行ってるんで、このほら、ハミスケ、ハミスケが結構いい味出すんですよね。あとは、あー、このキョスケちょっと調子乗ったかもしれないけど、そんぐらいがいいんじゃない、ちょうど。
よしよしよし。いや、これなんか生き生きどんどんですね。生き生きどんどんだな。相手やってんな、そのアイビス。あ、ポイズンでトルネが、トルネ使ってくるぞ。勢いでいけ。トルネの勢いで。うわー、まあまあまあ、さよならする。スキル回収。あ、これもう多分一生始まりっすね。あの、ビビった瞬間負ける気がする。で、ないとかなんか来るけど、スケキンのハミスケで入って勝ちます。オーケー。もう一回はみ出ろ。いやいーい。もう一発もう一発 ?200 なら、200なら、あ、来た。でかっ。はい、というわけで。まあ、どっから頼んでもね、まあ、スケラデッキはきついんですよ。スケラデッキというか、バルーンは遅延スケラきついんですけど、勝てちゃうんすよね。はい。さあ、というわけで、順調ですね。そろそろね、僕も全フルカンしそうなんでね。はい、やっとかな。もうちょっとだ。もうすぐフルカンするんでね。またフルカンできたら、ちょっと、札束デッキでもやろうかな。と思います。というわけで、皆さんもね、ぜひこの骨骨のバルーン使ってみてください。マジ強いです。よければチャンネル登録もね、お願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。